こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあ継続のね、まあ秘訣っていうかね、コツっていうようなね、そんなものをね、ちょっとね話そうかななんて思います。まあね、自分のね継続できているものって言ったらこの YouTube しかねないんですけど、まあ自分がねこの YouTube をね、なぜね継続できるのかっていうのものとね、まあ先日ねちょっとね、あるねインフルエンサーの方、まあ結構ね大御所のインフルエンサーの方がね言っていたことがね、自分がねこの今ね継続できていることがね、まあまさに、ね、一致したなっていうようなね、そんなことですので、ちょっとねその話をしようかななんて思います。まあ自分はね、まあこのね YouTube をね始めたきっかけっていうのは、実はねビジネス、当時やっていた、まあ4年前にねやっていたビジネスをね紹介するために、まあこのね YouTube で、ね、紹介していこうと思って始めたわけなんですが、まあ実はねそのビジネスのことはね、ほとんどね、まあ話をせずに、まあちょっとね、マインド的なものだったり、まあ自分のね、こう経験してきたことだったり、そんなものをね、話していて、それでね、またね、話すことがね、なくなると、まあ何かね、いろんな方のね、動画を見たり、まあコラムを読んだりしてね、それでそこでね、いい話があったら、それをね、話をしていくっていう、そんなことをね、していたときに、だんだんね、そのね、自分がね、インプットしていく、ことでね、自分のね成長、まあそれをインプットすることによって、どんどんね、なんかね成長がねしていることをねすごくね感じるようになりまして、それでねそれをねまたねアウトプットする、そうすると自分にねどんどん身についていって、それがねすごくね、まあ楽しくなっていった。まあこういうねインプットしてアウトプットするっていうことがね、すごくね楽しくなっていってたっていうようなね、そんなことで自分はね継続できているんですが、このね大御所のねインフルエンサーの方がね言っていた言葉っていうのはね、まああるね案件があったとして、まあ新しいものにはねみんなねすぐね飛びつくっていうようなね、そんなねことで飛びついた時にはね、本当にねそれをね真剣にねやるんですけど、やっぱりね結構ね稼ぐっていうとね本当にね、大変なことが多いんですけど、皆さん追い求めてるのっていうものがね、楽して稼ぐっていうようなね、そんなことをね、まあ追い求めている。だけどね、まあなかなかねそういう稼げないとなると、まあ楽じゃないな、これも楽じゃないなって言って、だんだんね、まあそのね、まあ多分ね始めたばかりの頃はね夢中になって、まあ夜中までね寝る時間も惜しんで、それでねやっていた人っていうのもすごくねいると思うんですけど、だんだん薄れていって、それで結局ねやめていってしまうっていうのは、結局はね、まあ自分はね楽して稼ぎしたいっていうことで、まあそれがね楽しければ全然ね OK なんですけど、やっぱりね厳しいね、まあ寝ないでやったりとか、そんなにだんだんね楽しくなくなっていって、それで結局やめてしまう。だったらそれがねどのようにして楽しくねできるかっていうことをね、まずはね考えた方がいいんですよみたいなね、そんなねことをねちょっとね配信していまして、ああなんかね自分はねこう YouTube ね本当にね、もしかしたらね人によってはね面倒くさくね感じて、なんかね毎日撮影してアップロードしてみたいなね、めんどくさいね作業だと思うんですけど、それをね楽しめるかどうかっていうようなね、そんなことがね本当にね重要だななんてすごくね感じました。やっぱりね何かをね継続するっていうためにはね、やっぱりね楽しくなる努力をするっていうようなね、そんなことがねすごくね重要だなぁなんて思いました。今のね自分の気持ちにね置き換えると、仕事もねだんだんなんかねこうクレーム対応とかね、そういったのがねなんかね楽しくなくなってきているなぁなんて、そんなこともねすごく感じて、それでまあやだな、なんかね電話が鳴ると怖いな、やだなみたいな、そんな感じでだんだんねちょっとそれに出るのが億劫になっていって、でも出なきゃならない。そうするとねそれがね積もり積もっていって、どんどんねうつ病のね症状がね現れてるんじゃないかななんて、そんなことも思いました。なのでね、少しでもねどうやったら楽しめるか、まあいろいろね楽しむ方法、自分はねなんかロールプレイングゲームのねまあラスボスをね
まあなんか解決した時に中でラスボスを倒したみたいな、そんな風にねイメージこう膨らましていくと、よし次はね何を使おう、どんなアイテムを使おうみたいなね、そんなねことをね考えながらやってた時はね、まあ、楽しいって風にはね感覚ではなかったかもしれないんですけど、でもね実際終わってみると、楽しかったっていうとはねまたね違うんですけど、解決できてねすごくホッとして、なんかね嬉しいみたいな、そんなね、あ自分はやりきった頑張ったなみたいな、そんな感じでなんかね終わった時にね、そういうワクワク楽しいワクワクとも違うかな、なんかね なんかすごくね達成感みたいな、そんなものをね感じたりとか、まあちょっとね楽しいっていう話からねちょっとねずれてしまったんですけど、なんとなくねロールプレイングゲームってねやってて楽しいじゃないですか、そういったね感覚をね今ねちょっとね忘れかけてきているなって、忘れかけてるっていうかもう完全に忘れちゃったなーなんて、忘れているなーっていうようなね、そんなねことをねちょっとねふとね思い出したので、ね、ちょっとねやっぱり継続、まあ今のままだとね仕事もねもういや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 、またね昔のとみたいにね嫌がね、まあ、通り越してもう休んじゃえみたいな、そんなね感じにね、あ今はねならないとは思うんですけど、昔はねそれでねすぐにね仮病を使って休んでいた、逃げていたっていうようなね、そんなね自分ですので、いかにね今のなんかね嫌だなってねもし思ってることがあったら、どうやったら楽しむことができるかっていうようなね、そんなことをねちょっとねまた自分もね新たにね考え直したいななんて、そんなことをね思ってみました。はい、ではね今日はね、まあ、あるインフルエンサーの方がね、まあ、継続できるコツはやっぱり楽しくなるようにしていくっていうようなね、そんなことをね話をしていたので、まさにね自分のこの YouTube がねそうだななんて、そんな風にね思ったので、ちょっとね今日この話をしてみました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。タゲちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。